サヤームフィルハーモニック還元楽団は、太陽国のオーケストラ。バンコクに活動拠点を持つ。日本語では、サイアムフィルハーモニックオーケストラとも表記される。サヤームフィルハーモニック還元楽団は2002年に、ソムトース・チャリトカルの指導の下で結成された。ミーファ・シンフォニエッタ還元楽団を前身とする。サヤームフィルハーモニック還元楽団は結成当初、ハイドン、 ベートーベン、モーツァルトの演奏から始まった。現在では、マーラー、シュトラウス、シベリウスの演奏も行うようになっている。2003年には、ハレ還元楽団と、ロンドンフィルハーモニー還元楽団に所属する、バイオリニストである、レオ・フィリップスを客員コンサートマスターとして招いた。2005年には、トリサディーナ、パッタルンが副式者に就任。また、 同感弦楽団は、バンコクオペラの常任オーケストラでもあり、バンコクオルフェウス合唱団と連携して、講演をしている。バロック時代のオペラから、現代オペラまで幅広い演奏を行っている。ありがとうございます。